やばくねこれ、ちょっとこういう感じで。てかこれ凍結してるよ多分。ちょっと待って、雪ですね。雪だよねこれね。ちょっと近づいてみよう。ゆっくりなら大丈夫なんだよ。ゆっくり行こう。あ、でも車来てるから大丈夫かな。これ雪だよね、どう見ても。ベムさん、タイヤはノーマルですか？ノーマルです。あ、雪だね。まだ凍ってないかな。まだ凍、あ、これ凍ってるね。まあ、ゆっくりがね、ダメだね。当然ね。これがまあ噂の出るっていう噂のトンネルらしいんですけどね。まあ一応車載でね、ゆっくりとこう行きます。今の人ってヤビスから来たんだぜ。大丈夫だもんね、ヤビス。逆から来るってことでヤビスから来てるからね。ここ一応ね、あのマイナースポットなんですよ。今録画撮ってますんでね、ちょっと。こんな感じです。マイナースポットね。ちょっとね、もう途中で曲がります、 U ターンしますから。僕のタイヤだとちょっときついね。何これ、ノイズ。てか下雪すごいっすよ。あ、落ちちゃった。ダメか、熱波ないね。ノイズだ。てか全然電波ないんですけど。とりあえず無理っぽいっす。あそこまで行きたいんだよな。ここだな。ここでちょっと U ターンですね。おお、揺れます。よっしゃ。電波悪いんだな、これだと。ダメかな。電波がないな。何このノイズ。ノイズがすごいんだけど。何これ、ノイズがすごいんだけど。ノイズ、電話のノイズだ。電話のノイズ。
んでるっていうかな。ここが雪があるんで、ちょっと注意しないと。ノイズがすごい。ここ雪ですよ、雪。ドルードルンさん、心霊マニアの旅ゴーストラサーク URL。 雪、雪、雪です。ドルードルンさん、心霊マニアの旅ゴーストラサーク URL。 はい、じゃあね、ログは取ってきました。お疲れ様です。大丈夫、雪残ってるよ、すごい。しげさんいらっしゃいますけどね、結構降ったんだな。そういえばビデオカメラ撮ってますね。雪残ってるし、すげえ。真ん中だ、言うか。両田藤田さん、うん、今からどこ行くんですか。いや、ちょっとだけ、ね、虹の大橋を見て車載で撮って帰ろうかなって。で、夜検証でね、ちょっと。まあ今車載ですね。オラジーさん、ドルさん運転気をつけて。はいはい、了解です。うわ、3度だ、3度。ちょっとずつ落ちてきましたね。こっちの方が電波なんだよな。かなりゆっくり走ってるね。どこに雪があるか分かんないから。そうですね、ここの虹の大橋はそう、心霊的な結構有名なところですよね。この先、一般道スピード取り締まりポイントがあります。今ちょっとね、ごめんなさい、右下はちょっとビデオカメラですけど、ご注意ください。 QUDAY さん、少し落ちます。はい、了解です。はい、了解ですね。寒くなってくるね。残ってるね。こっちの方がだいぶいいかな。この間ここ鹿と飛び出てきたからな。はい、じゃあもうすぐ虹の大橋かな。なんか白っぽいのが見えてる、見えてるな。はい、ここから虹の橋ですね。虹の橋、これが一応心霊スポットと言われてる虹の橋です。チータムさん、うん、近いですか。うん、近いよ、もう着いたよ。虹の橋です、これ。今は虹の橋、長いでしょ、これ結構。これが虹の橋です。Uターンポイントまで行きます。後ろ車来ちゃったかな。スピード取り締まりポイントを回避しました。2度か3度、2度でした。気温は2度です。今そこで曲がって、ここでね、Uターンします。なんだよ。はい、じゃあ虹の橋見ましょう。雪が残ってますな。取締エリアです。2箇所、まあ、短編編、短編。シータムさん、虹の大橋って名前は良いのに心霊スポットなんですね、うん、そうなんですよ、宮ヶ瀬ね。ここ自殺の名所なんですよ。ここは飛び込むんです。だからあの郵政線とかが見ての通りありません。こう右側を見てもらうとね、柵があるでしょ。これがね、いわゆる飛び込み防止なんですよ、これがね。虹の大橋です。車載編です。今この橋がそれなんです。夏木森さん、うん、感想、感想。
構ね、でもね、歩くとね、結構こっち側が薄いんですよ、電波が。この辺りが。原因不明で、なんか。シータムさんは、すごいな、うん。すごいでしょ。長いんですよ。いつもイカちゃんとこう歩くんです。そんな感じですね。虹の大橋、車載編でした。じゃあね、まあ僕の方もちょっと一回家の方向かって帰りますのでね。で、また夜ね、ちょっと検証しましょう、後でね。ちょっと今日の動画はちょっと今日できないかもしれないですけど、できたらやっときます。ね、時間が早ければ。混んじゃうんだよね。スピード取り締まりポイントを、車載で撮ってます。回避しました。この時間でも結構車通り少ないでしょ、ここは。2度です、2度。前に腰から出てきちゃってね、飛び出してね、結構やばかったですよ。このトンネルも結構雰囲気ありますな。これ電気消したら最強なんだけど。ここもドキュンのいたずらかケースが多いな。ちょっとね、僕も戻ってきますのでね、皆さん。ところどころ凍ってますね、これ。M コー、ワンジーさん、トルさん、またスポット調べてダイレクト送りますね。あ、了解です、お願いします。すみません、M、いい、こちらこそありがとうございます。ね、ちょっと行けるときは行きますのでね。次のね、予定でね、結構多いとね、次そっち側の方を探して、こう行ってきますので、よろしくお願いします。で、これ、ここね、さっき曲がったところですね。右に行くと矢別ですよね。多分矢別は今は多分きついでしょうね。雪が残ってるでしょう。吉兵さん、こんばんは。こんばんは。どうもね、今ちょっとね、2カ所ほどちょっとマイナー編と、まあ有名スポット虹の橋も行ってきましたよね。車載編ですけど、今日はね。あとね、もう一つ凍っちゃいます。もう凍ってますところどころ。この付近、交番エリアです。取り締まりにご注意ください。ということで、車載ね、これで終わります。お疲れ様です。